れ様でした。3月23日金曜日、国会前希望のエリアです。雨降ってません。先週はきつかったね。わからんよ、これから。わからない、実はわからない。で、予報では10時ぐらいにちょこっと降るみたいな感じなんですけど、いやいや、もうシールズ来るから、シールズじゃないけど絶対雨だよ。いや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 、そんなことないですから。いや、2年前の9月は大雨でした。先週ね、官邸前でも雨の中、はい、たくさんの方がね、声を上げて、はい、ちょっとね、絵的にキラキラが足りないと。そうですね。暗いと、はい、いうことで、はい、今週は光るものを持って集まろうという呼びかけがなされまして、ここにキャンドルが、すごいね、キャンドルエリアの方たちが60個持ってきてくださったんです。で、皆さんにお渡ししますので、これ持った人は必ず官邸前の7時半以降のも参加するように。ポタポタって来たよ。永遠の命で、それでお願いがあります。若干カンパをキャンドルエリアの皆さんからここに入れてください。ここにキャンドルエリアの皆さんからのお持ちいただいたもの、お預かりしたものなので、ぜひちょっと、もうほんのちょっとで結構、気持ちをまたお返ししたいということでね、はい、ぜひ後ほど こちらにお願いします。皆さんね、もらってない方ぜひ、これ壺とかに乗っけても、壺まだなんか勘違いしてない、誰かがさっき千年球だって言うからさ。熱くないんです。それきっとね、おじいちゃん、おじいちゃんですね。そうですね、千年球みたいだな。そういうこと言っちゃうの。いやいや、でもこのちゃんとね、ゆらゆらと、ね、今度どうぞお待ちください。ありがとうございます、乾杯いただきました。ゆらゆらとちゃんとね、はい、ね、こういう揺らぎというか、炎の揺らめきがちゃんとなってます。はい、しかし、時事ネタ、しかしどうなるんでしょう。いや、まだやめてないですよ。おかしいでしょ、これで続けてるっていう、その僕ね、その神経が分からないよね。で、4月5月は海外になんか、そうなの、逃げるんだって、逃げまくって、そう、逃亡するらしいです。逃亡するらしいよね。ねえ、なんでそういうのを許されちゃうんだろう。許されちゃう、ありがとうございます。許されちゃうんだろう、許してないよ。許してないよね、うん、それ許してんのは自民党が許してんだけどね、うん、結局我々の国では残念ながら首相というのは我々が直接選べないじゃないですか。そうですね。ということは自民党が選んでるわけですよ。あれ自民党の総裁なんですよ、はい、一応自民党のリーダーなんかリーダーって、ね、クソ腹立つね、その呼び方。自民党の頭、まあ一応ほら、まあ総裁なわけですよね。ね、で、ということは選んだのは自民党の人たちが選んでるわけだけど、うん、それに我々全員従わなきゃいけないっていう、うん、しかも選挙で自民党選んだって本当にこんなわずかな 17% こんなちょっとの人たちがね、 17% の人が投票してですよ、うん、300議席ですよ、うん、これ選挙制度がおかしいわけだけど、うん、本当にだけどね、うん、その人たちが勝手なことをやりやがって、ありがとうございます、ありがとうございます。なんかでももうそこが割れてるじゃないですか、うんうんうん、ね、もうついに大阪の方の、はい、森友籠池さんの目標だ、野党が接見に来ましたからね、はい、そうです。そして、はい、ちゃんとね、もう証言もあって、ありがとうございます、組織のために我々はやりましたと、はい、いうふうな証言まで引き出してるわけです、はい、これ海外ではですね、アキードじゃなくてアベゲートと、そう、アベゲート事件と呼ばれてるんですよ、ね、一大帰国事件ですよ。帰国事件どころか、海外はアベゲートって言ってるってことは、うん、これはもうあいつがやったっていうことを言ってるわけです、うんうんうん、ね、それも決定事項で言ってるんです、ね、うん、だから海外のメディアで言うと即じゃんって、いやもう即でしょ、なんで降りねえのみたいな、うん、なんで降ろさねえのみたいな、うん、不思議ですよね。いや不思議だよ本当に、うん、とっとと降りてもらいたいですよ。もう1年もね、こんなことをやって、それでね、やっとですよ。嘘ばっかりで1年持ってんですよ、うん、で、
ようやくここに来て、ね、テレビとかもちょっとね言い始めたけど1年ですよ。そうです、みんなに知れ渡るまで。そこへ持ってきて東京都がまたとってもくだらないことしたでしょ。迷惑防止条例、先週板橋のお父さんから ここでねこんなのがあるよって教えてくださってびっくりして、みんなで慌てて拡散したりファックスを送ったりいろんなことを1週間したんですけども、あの警察消防委員会の委員会では、はい、14名かな、そうね、委員会の議員さんがいて反対したのはたった1人、13人が賛成、うん、何なんですかあれは。それでなんか 警視庁の なんだっけ警視庁長官じゃなくて警視庁長官だっけから現地を取ったっていうことを言ってる人がいて、はい、正当な理由の ね市民、その正当な理由を決めるのが誰かっていう話なわけだ、うん、ね。なんでそんなの信じちゃうかな、ていうかそんなこと信じててよくあの議員さんやってるなと思うけどね僕。いやそれで私あの地元の自分の住んでいるところ選出の、はい、そうです、ね、その人ね、たまたまその委員会に入ってる委員会入ってる議員さんだから、そう私も事前に、うん、なんか随分いろいろ言ってましたよね。いろいろ言ってお願いしたんですよ、反対してください分かってますねってそれお願いじゃねえよそれ恫喝だよ。まあいいんだよ、恫喝じゃないです、まあ、頼むぞ、ちゃんと有権者の意見ですから、そう頼むぞと、分かりましたねと、はい、反対してくださいよと、そう賛成したんです。なんだよ賛成しちゃったんだよ、野党なのに。まくね、もうそれからもう私はもうこの2日ぐらい本当腹立ってね、心底がっかりしましたって言って、昨日の夜あんま眠れなかったです僕。え本当に、あ二郎さんが、はい、年ですか？じゃあ、あなた失礼だなぁ。あ、年は眠れるんだ。朝早く出番、トイレ行きたくなって、ね、失礼だな。早く眠くなるんだよ、そういう人は。そういうこと言うと、うん、この辺の人たち全員敵に回すよ、あなた。そういうこと言う。ほら、杉本さん笑ってるじゃん。いや、訳さなくていいですから、あのね。いや、本当もね。むやみにうろつくなとか、そう SNS のメールを送るとか、ダメだ、首相のとか夫人の批判をするとか、いやうろうろする、うろうろするってなんだよ、抗議行動うろうろするって、度重なる抗議行動をすると処罰される、国会前のデモも処罰の対象になる可能性があると。ふざけてるよね、でも本当小池のタヌキ、なんとかしてくださいよ、アスカさん。そうですね。タヌキ退治してくださいよ。ねえ。いや、本当なんかあれよあれよという間にどんどんなんかこの国おかしくなってますね。もう壊れまくってるでしょ。ねえ、嫌になってきますね。ねえ。後ほどまたね皆さん、そうです。言いたいことがいっぱいあると思いますので、ここでね。そう、そして言いたいことはいっぱいあるんだと思うんですけど、今日も7時半まで、7時半までなんです、官邸前のね、はいはい、未来公共さんの抗議行動に連帯して、ここは7時半に終わってみんなで官邸前に移動するんです。今日聞いた話だと、はい、あちらの角のところで南庭で角で民衆の歌を歌うっていうなんか企画があるそうで、なんかある学校が来て歌うんだ、学校だけじゃないんですよ、違うんだ、呼びかけなんかよ、うん、なるほど、民衆のなんか8時から練習して、8時から練習、8時半から歌うのかな、なんかあの辺でやるらしいので、もしあの先週もねすごくあの取り締まりっていうか、なんてこう行かせない、道路渡らせないとか、そう駅の出口出させないみたいな、そうそうすごい警備が厳しかったらしいので、過剰警備ってやつ、ね、もしあの官邸前までたどり着けない人は民衆の歌を歌うもよし、そう、ね、勝手に声を上げるもよし、あの自由に好きなスタイルで声を上げていただければなと思っております。そしてですね、はい、限界原発が、ね、今日でしたか、そうですよ今日なんですよ、ね、許せないですよ、大井原発、大井原発、今度4、3号機が来ない、ね、人間は罪のままで天の国に入ることはできません。だそうですよ、はい、罪からの清めはあの人にも言ってやってください、ありません、そうそうここよりもあっちの方があっちに言ってあげてください、官邸前でやってもらった方がいいかもしれないですよ、はい、その感じでもね、長崎の市議会、はい、長崎市、はい、長崎の2つは再稼働反対の、はい、
採決で可決したんですって。うん、だからね、周りの近隣はね、そうやっていう反対しているところもあるんですよ。そうですよね。うん、そうですよ。で、伊方原発は司法が、はい、止めてます。上告却下した上告棄却したのであれ止められてるんです。なんか見たようなハンチング帽をかぶった人がひょっとして、記事の師匠が希望のエリアに帰ってきてくれました。わー、おかえりなさい。どうも、おかえりなさい。わー、嬉しいちょっと涙が出ちゃう、私。おかえりなさい。師匠おかえり。師匠おかえり。よくよく生きて帰ってきてくれましたよ。本当にびっくりしましたよ、私は。もうあのね、お見舞い行った時ね、うん、もうどんな姿でいるかね、ものすごい不安な気持ちで実は行ったんですよ ね、 ね。そしたら、おーとか言って、おーじゃねーよ、売店に30近いに行くんだとか、30近いに行くんだと思ってちょっとホッとしましたけど。いや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 、待ってました。本当にありがとうございます。大丈夫なんですか、もう大丈夫今のとこ、ね、あーよかった。後でまたね、ぜひね、お話をね。大丈夫かな、こんなとこ上がってなんか血圧上がったりしないかね。えブチってまたならないかな。うん、無理しないで、ゆるゆるで、ね、いいので、ありがとうございます。ブチって言えばね、はい、今日そこにね、薬害関係のことでね、はい、ルーさん、義足のルーさんも、ルーさんも来てて、はい、愛知から来てくださって、この方も2回ぐらい倒れてるんですよ。2回ね、ブチってきたん。それでも生きてますから。こちら2回、こちら1回。負けた。いやいや、勝ち負けの問題じゃん。いや、本当みんな元気でいてください。すごい、でも、ね、本当に希望の、なんとかなります。リハビリがね、リハビリ頑張りましたもんね。希望のエリアって何？傷だらけ天使みたいな感じ。ちょっと待ってください。そんな感じ。大丈夫、みんなここにね、ろうそく燃やして頑張ってるんですから。そうですよ。ね、頑張りましょう。ね、今日は本当の1時間しかないので、ね、とっとと行かないと、いろんな人に喋ってもらうんですから。ね、ね、忘れてる。はい。皆さんこれ持ってくださいね、はい、ここにあります。皆さん本当に前に取りに来ていただいて、はい、あのお持ちになってください、はい、本当にこれはあの、はい、希望のエリアからではなく、キャンドルエリアの皆さんからお預かりしたものなんです。あと で、 できましたらカンパをね、あのカンパをあちらにお返ししたいと思いますので、はい、ご苦労様です。はい、ご苦労様です。遠くからね、遠くからね、いらっしゃい、熊谷からも前に来てください。はい、どうぞどうぞどうぞ。そうよね、はい、ありがとうございます。ではコールじゃん、音楽隊の皆さんお願いします。今日は岸本さんです。追加中継ご覧の皆さんもよろしくお願いします。警察の皆さんもいないです。よろしくお願いします。コールします。命を守ろう、命を守ろう。